必ず戻るから。病気療養中の中居正広さんは、テレビ関係者にそう宣言していたという。中居さんは今年7月に急性虫垂炎のため入院。一度は復帰したものの、11月4日に1ヶ月間の休養を発表した。この時点で一部週刊誌では重病説が報じられ、芸能界は騒然。テレビ局関係者によると、休養発表直前の中居さんを見た人は、口々に一気に痩せたと証言しています。収録中もこれまでより口数は少なめ。どことなくから元気のような印象を受けたそうです、という。12月2日には1ヶ月としていた休養期間を延長し、年内の活動終了を報告。病状については本人の意向もあり、明らかにされていない。11日放送、中居正広のプロ野球珍プレー好プレー大賞、フジテレビ系、で、VTR 出演を果たしたが、頬はこけ、細くなった首筋には、心配の声が多く寄せられた。番組関係者によると、中居さんが収録に臨んだのは11月の休養発表の直前。現在は、さらに痩せてしまっていると、関係者。という話も聞こえてくるから、不安は募るばかりだ。それでも中居さんは冒頭のカムバック宣言を残し、体調回復に努めている。現在、ザ。世界仰天ニュース、日本テレビ系、や。中居正広の金曜日のスマイルたちへ、TBS 系。中居正広のキャスター中居、テレビ朝日系などのレギュラー番組を。持っているが、すべてのテレビ局が番組を維持したまま。越年することを決めている。特に TBS は昔から中居さんと関係性が強い。局内には中居さんを慕うチームがあって、中居さんのためにすぐに動ける体制にある。金スマに中居さんが電話出演したのも本人の希望で、オーダーを聞いた局側がすぐに手はずを整えたそうです。スポーツ指揮者。中居はスマップという国民的アイドルグループのリーダーで、いわゆる見栄えを気にしてきた。休養するにあたり、病状についての説明を頑なに拒んだのも、病気のイメージが先行し、弱々しく映ることを嫌ったためだ。中居さんを知る関係者は、トップアイドルとして長年夢を与えてきたからこそ、現実感のあるマイナスなニュースは敬遠します。以前、笑っていいともにスマップメンバーで出演した際、過去に解散危機が数回あったとぶっちゃけた香取慎吾さんに対して、生放送で、それはダメだと本気で怒っていましたから。結局、その場の流れで解散危機についてトークが展開されましたが、中居さんとしてはファンを不安にさせるワードは慎むべきという、ポリシーがあったように思います、芸能プロ関係者。だからこそ、中居さんは休養中も VTR や電話での出演で、存在感を示している。2日放送の金スマでは嵐の二宮和也さんとサプライズ電話対談。予想以上に元気な中居さんに対し、二宮さんが、生きてるんだ、とボケ。中居さんが、俺、いつ死んだんだよ、と返したシーンは見事だった。休んでいるけど、休んでいない状態を作っているのだと思います。それもファンを必要以上に心配させないための気遣いなのだと思います。同芸能プロ関係者。中居さんの近況については、一部女性誌を中心に不安な見出しも並ぶ。しかし、本人は芸能界デビューからこれまでの35年間、酷使してきた体のメンテナンス期間というような説明を周囲にしている。必ず戻る。ファンは中居さんの言葉を信じて待つだけだ。12月26日放送の冬のドラマ対抗タイムリミットバトルボカーン。フジテレビ系。2022年3月から番組改編期に放送されている特番だ。今回、チェアマンと呼ばれる番組のメイン MC の中居正広さんが、活動休止しているため、代役を、アシスタントを担当している平成のぶしこぶし吉村さんが務める。また、みちょぱさんと池田美優さんも、共に MC として出演することになった。番組の冒頭では、前回、前々回の放送でチェアマンとして、出演していた中居さんが現在休養中ということで、代わりに進行を務める吉村さんが、今日は皆さんの力をお借りして、全員でこの番組を、盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いいたします、と、意気込みを語った。さらに、MC 席のセンターに立った池田さんは、すみません。堂々と私真ん中に立ってるんですけど、私は別に中居さんの代わりではなく、吉村さんがちょっと不安だということで来ちゃいました、と、出演の経緯を説明。これを受け、吉村さんも、今回、私の精神を、支えてくれるという意味でございまして、前日にオファーしてきた人がみちょぱでございます、と明かしていた。みちょぱさんは、自身のツイッターで、
中井さんお休みなので、まさかの吉村さんのお手伝いで一緒に MC やらせていただきます。恐れ多いですが生放送なので、ぜひぜひ見てくださいと意気込みを語っている。この番組には注目されていたことがあった。1月16日にスタートするドラマ罠の戦争の PR 役として草薙剛さんが出演し、番組内で中井さんと共演する可能性があったことだ。罠の戦争は千の戦争、嘘の戦争に続く草薙主演のドラマ戦争シリーズの第3弾、ジャニーズ事務所大賞以来初の草薙の民放連続ドラマ主演作です。芸能記者ともにスマップのメンバーとして活動してきた中井さんと草薙さんの共演とあって、二人がどのような絡みを見せるかファンの間では関心が高まっていた。しかしながら中井さんが体調不良から年内での活動を休止、共演は幻となった。番組の公式サイトではメイン MC 欄が空白に。放送当日の新聞各紙のテレビ番組表を見ると、草薙剛の名前の他に中井雅宏の代役は誰？と気を持たせるような見出しが踊っている。みちょぱは中井とも草薙とも共演歴があり、 MC として現場を回す力も十分持っています。このキャスティングにネット上では安心したという声が多いようです。前室芸能記者、夢の共演は今回お預けとなった。体調を万全にして次こそ顔を合わせてほしいものだ。同番組は豪華芸能人たちが景品をかけて超短冊で勝敗が決まるタイムリミットゲームで競い合うというゲームバラエティ。草薙さんは来年1月16日スタートの新ドラマ罠の戦争月曜 50.00 で共演する井川遥、杉野遥亮、空気階段水川かたまりと共に出演。2017年9月にジャニーズ事務所を退所してから初となる民放連続ドラマ主演ということもあって張り切って登場した。その中で塊が回答者を務めるクイズがあり、中井雅宏が初めて紅白で司会をした時の赤組の司会はどっちという二択問題があった。塊が動揺する中、草薙さんは冷静にね、B と正解の和田アキ子さんへと見事に誘導。クイズ後には吉村さんから、中井さんのね、紅白の時のお相手の、と振られると、うん、そうですね、覚えてますね、やっぱりね、うん、和田さんでしたね、と笑顔の草薙さんだった。中井さんは1997年の第48回 NHK 紅白歌合戦で当時25歳の若さながら、白組司会を任され、ここから通算6度にわたって大役を務めた。草薙さんの正解には SNS 上でファンもほっこり。覚えてます。てつよぽん。そりゃそうだ、スマップ出てますもんね。忘れるわけがないよね、つよぽん。やっぱりね、にまたなく。つよぽんが自信持って正解なのに燃える。つよぽんすぐわかってくれたね。どんぐり。どんぐりとはファンが呼ぶ中井&草薙コンビのこと。誰にも壊せない強い絆を感じてしまう。中井さんの紅白初司会覚えてる、つよぽんエモエモのエモじゃん。強烈なんですけど、などと声が上がっていた。草薙剛さんと中井さんの共演を期待しています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。